はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の指示シリーズ第54弾やっていきましょうで今回問題9問あるんですがえ9番が作図になっておりますで作図はですね、まあ、今回その図に載ってるこのねこいつこの三角形書いてほしいんですけどで書き方が合ってるかどうかのチェックで採点してくださいでこの三角形ちょっとポイントとして B が 90度よりちょっとちっちゃいあの30度とかにするんじゃなくて85度ぐらいかなみたいな三角形で書いてくださいそうしたら、ね、ちょっと書きにくくなりますいいかなまあ、それを踏まえた上でぜひやってもらえたらと思いますいいかなじゃあそれでねまあ、詰まっちゃったりする問題があったら自分が今から全部解説やっていくんで聞いてみてくださいでは早速始めていきましょうじゃあいつも通りね画面下げますお待ちくださいよっほっ押しいもうちょい もうちょいこの辺でいいかな。よし、じゃあ始めましょう。で、私今回ですね、一問ミスりました。ミスりましたっていうか結構やらかしてて、一問ミスった上に一問詰まったんですよね。だから今回はまあ時間が四分五十七秒って書いたんですけど、自分の中ではかかってます。あのみんな比べなくていいからね。自分の中ではやらかしたなっていうところがまあそれを踏まえて全部話します、えーと。配置が何でやらかしたかっていうところもね。 じゃあ1番から行くんですが、えー、私がミスったのはこれです。もうままたたやったよっよていうね1番間違えましたで皆さんにちょっとお聞きしたいのがこの1番ありますよね 9−8÷2 分の1とはいこれのミスやりやすいミスだから引っかかりやすい落とし穴っていうのはどこですかっていうのが分かりますみんな。で,これ,でこれは主に2つあって1個は計算順序です計算の順番。 引き算と割り算あります。どっちが先ですか割り算ですよねって。この9-8を先にやってしまうとミスります。いいね。それが1個なんよ。で、もう1個は割り算の後ろの分数っていうのは掛け算にしてひっくり返しますよね。つまりここは掛け算にして逆数。1分の2。つまり1分の2って2なんでこうなりますよっていう。それがまあポイントなわけですよ。 はい、なのになぜか私これかける2分の1って普通にやりましたかねはいすいませんでしたいきましょうってことで、まあ、こうなるんでここかけ算先ねだからス8かける2するとス1 6つまり9ス1 6になるので計算するとス7これで終了となります。で2番です。でこの前、ね、質問でなんか配置が実際俺実際あの時間測るんで解くんですけどちゃんと。 解いたやつがどういうことを書いてるのか見てみたいですみたいな言われたね言ってくれた方がいらっしゃってまあそれ別に写メ撮って公開してもいいんですけど字があまりにも汚いので例えばですよあこれ別に真似しなくていいんですけどこの2番あるじゃないですか自分が実際にこう試験受けた時に書く情報って何かっていうと本当はね本当はこれカッコの前に3がついてるんで分配するじゃないですか 15a-3b になるわけですよでマイナスも分配するから後ろに マイナス七 A. プラス四 B. って書いてもいいんですけど、自分これは暗算気味に行きます。どうやるかっていうと、まず A. だけ考えるの。A. だけ。頭の中ではい、これ十五 A. ですよね。つまり十五を覚えておけばいいわけ。これはマイナス七 A. ですよね。つまり十五マイナス七なんですよ。A. に関しては。十五引く七って八でしょう。だから八 A. じゃんって。で、三こっち B. に関してはマイナス三。 プラス4はい計算するとプラス1だからプラス B ですよねって解きます自分はでもちろん試験本番の時にそんな暗算とか怖いって方がいると思うんですよねだからそういう方は丁寧に書くのはもちろんいいんですけどただきっちり書く丁寧に書くのが正義ではないです受験に関しては時間かかるからだから自分みんなの中でね、えー、とは,はしょれるところ書かなくてもいいじゃんっていう部分はできる限り増やしていくといい でちなみに自分はですね、まあ、前の動画とかでも話してますけど、試験やるときにケアレスミスが非常に多いです。まあこれとかそうだね。ケアレスミスとか多いんですよ。だから、できる限り2周します。2回多く、2、なんだろう、う1回解き終わったらやり直しも含めてもう1回行くんです。まあ、全部ではないですけど。その時に、1回目は暗算気味でやったら、まあ、残ってる時間にもよりますけど、2回目とかはちょっと丁寧に書いたりします。わざと。わざと。 暗算気味でやった時と丁寧に書いた時が答えが一致してれば俺は安心だしどっちかがずれてればまあ、どっちかで計算ミスしてるわけよでもう一回やり直そうっていうそのケアレスミスの発見にもなるので自分は1回目は結構暗算気味で解くことが多いですまあ、参考になるかわかんないですけど一応ねリクエストがあったんで軽く触れさせていただきました で、3番はこれですね。で、これは展開なんですけど、公式が使えるタイプじゃないんですよね。で、そういうタイプじゃなかったら、え自分がよく言う、全部掛けってやつです。全部掛けます。あ、全部掛けっていう言葉は学校で言っちゃダメだよ。なんだそれってなるから。2と1、2とプラスルート6、で、マイナスルート6と1、マイナスルート6とプラスルート6っていう4回ね、この場合は掛け算していきます。で、2と1かけると、まあ、書いていこうか。2。2とプラスルートかけると、

ルートがついてるものとついてないものは足し算引き算はできないのでこれで終わりね。で4番はえこれもまあ方程式ですけどここ配りますよね。になりますとで5をこっちに持ってくのは分かると移行するからじゃあこいつを持ってきたら -5x だな9と5で4だなみたいな感じでやります。 40ですよね。この4持っていくとマイナス4になるので40とくっつけると36だなって両辺4で割るから x=9 だなってちなみに方程式っていうのはこの答えが合ってるかどうかのチェックができますどうやってやるかっていうとこの x=9 自分で求めた答えを最初の式の x に入れるんです代入する。ちょょっっっとやててみましょう。動画ね長くなってあの気になるあと いらんって方は早送りして入れるとこう9入れます 98181+4 九九なんで左側85になりますね右側括弧の中が 9+8 なんで17です 5×17 なんで85同じになりましたよね絶対合ってますこれ正解になりますいいからまあもちろんね時間との相談にはなる入試の時もね絶対チェックしろとは言わないけどでも確認できるのはした方がいいよね とは思ってます個人的には俺は絶対するから確認は、うん、あのこれ間違ったやつが言うのもあれだけどねいいかなはいじゃあ次連立ですねでえっと、まあ、これは y あと下に3かけて y を揃えましょうかちょっとここに書きます3かけると 3x+3y で忘れずにここにもかける24ねこうなりますでこれを両辺足すと y が消えますねマイナス3とプラス3で y が消せるので 10x x イコール三十となるから両辺十で割ると x イコール三です。x イコール三。ちょっと再び行こうか。でえっ、ー、とやっちゃいましたけどこれは下の式元々のね下の式がえっ、ー、と x プラス y イコール八でしたよね。x のところに三入れるとこっち持ってくれば八引く三なんで、えー、y は五となってこれで終了となります。 で、さっきと同じで、連立方程式も自分が求めた答えが合ってるかどうかのチェックができます。そのチェックのやり方は元々い、もともと最初の式の x と y に代入します。x に代入する。例えば、まあ、下の式はね、さっきと消しちゃったけど、x 足す y が8だったんで、まあ3、3足す5が8ってすぐわかりますね。で、上の式も、x に3入れると21、21引く、を入れると15。21引く15は6でしょ。 6右も6ってことは、OK、です2つの式に代入してそれぞれが左辺と右辺が同じ数字になるんだったらこの答え絶対合ってるから。いいかな連立も確認できるのでよかったら。っていうかぜひやってください。で6番ですね、えー、とこれを解いていくと、まあ、前回も出てきましたがあ前回はあれかここに係数、まあ、数字くっついてなかったんですけど。 え中学校の範囲で2乗があってねこう2乗、えー、と1乗 x があってまあ x がくっついてないのがある状態でこれを解けって言われて2乗に数字がくっついてるあ一1以外のね数字がくっついてたらもう確実に解の公式です。いい解の公式。まあ本当に因数分解ができるんだったらってあるとは思うんだけどもう解の公式でやってください基本的には。で前回ね、えー、とホワイトボードに書いたので今回は口で言います。 x イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の二乗マイナス 4ac です解の公式ね絶対覚えてくださいでこれが a これが b これが c ですだから入れていくと 2a 分のだから2かける3で6分のマイナス b だからこいつにマイナスつけるからマイナス9プラスマイナスルート b の二乗981ね -4ac-4×3×5 ですこれ計算するとマイナス60か。となるのでルートの中は21になります。でしつこいですけどルータが出てきたら中身チェックを絶対にやる癖で。ルート21ってなんか出せねえかなって2ルート5みたいなできないかなって考えるわけでも出せないんですよね出せないんでこれはこれで正解になります。 間違ってもこことここ六と九約分できるんじゃねって言っちゃだめだよできませんからね無理です。まあ、自分が同時約分って言いますけどこれがもし六分のマイナス九プラスマイナス三ルート五みたいになったら下と左と右の三箇所が同時に約分できるんですよ三で全部まとめてそしたら約分します二と三と一になるのかまあ一番一ルートだから一はかからないけど。 いい同時約分はこうね3箇所ができるんだったらするんですけどこことここだけでは約分できません。いいでこれも3で213でできそうじゃんって思うんだけどルートの中のせ中の世界ね中の人とルートの外に出てきてる人は約分とかできないのでいいそれは別の話これは外に出てきてる3だから約分できましたっていうふうになるのでこれもお気をつけください割とミスしやすいですこの約分に関してもねもったいないからねこれ。 で,7番ですで、まあ、このタイプのね、えっと、度数分布表ちょっとまあ省略形で書いちゃってますけど、えー、度数分布表はよく出るね本当にここ数年はいろんなね都道府県解いてますけど見るなっていう感じで1年生の時に皆さん勉強してるんですけど結構さらっと流された流しちゃう先生も多いので時間がなくてねあんまり記憶が残ってなくてね苦手意識強い方もいるんですけどめちゃくちゃ簡単なので覚えてくださいやり方ね で今回はその自宅から A 駅まで歩いてかかる時間をやりましたと。で結局言ってんのは15分未満である人数が何パーセントってて書いてますえ15分未満の人15よりこう下の人ねが何パーセントいるのっていう。でここ今省略形で書いて、まあ、下もあったんだけど15分より、まあ、未満ねの人間ってここの欄ですよねこの2つ。 のの階級の人5分から10分と15分からあごめん10分から15分の人が15分未満の人でしょじゃあそれ何人いるって考えたら全部で26人いますいいかい26人いるんですで何パーセントって聞かれたら求め方が決まってて今出した26人をカッコつけようか全体今回40人いるので全体で割るんです割ってくださいまず。まあ、これは普通筆筆算算しててもらって構わない筆算すると これ0.65 <laughs> で今回はパーセント聞かれましたよねパーセント聞かれたらこの求めたものに100をかけます100だからまあ小数点2個ずらす感じよねそうすると65となってこれが答えです65% でわわざわざ今回なんかこうなんか段取り悪く、ね、こうやってるんだけどんでかっていうとこここここ大事でこここの0.65って数字これが今回この度数分布表にありましたけどこれ相対度数っていうんですよ。相対度数で個人的には何ですかって聞かれるよりも相対度数を求めなさいっていう方が出てくるイメージです。 今までの、まあ、経験上だけどだから絶対で測ってはないけどよく出てくるだからこの問題同じ表で同じ同じ全く同じ表を使ってて15分未満の人の相対度数を求めなさいっていうのも普通にあり得るそしたら何が答えかっていうとが答えになりますいい今回はパーセントなんでその相対度数、まあ、求めたね今数えた26人割る全体の相対度数に100をかけるとパーセントになります だからどっちが出てきても対応できるようになってほしい。いいかなこれが7、えー、番、今回の、えー、相対度数じゃねえや、度数分布表の問題。で、8番ですね、えっと、自分が詰まったのはここです、今回。まあ、これミスったねこれね、あのー、なんだろう、う前に言うわ、させて説明するわ。本当はめっちゃ簡単だわ、めっちゃ簡単。気づいちゃえばね。ただ、これ、円周角の定理を使うので、もしかしたらまだやってない子もいるかもしれない。この時期に。 で今回、この動画の右上のビックリマークもしくは下の概要欄、と動画の概要欄の方に、えー、と演習学のテレビの自分の授業載せておきますので、最初の基本編だけ、7本かシリーズあるんだけど、基本編だけやってもらえれば、全然このまま対応できるので、まあ、もし習ってない方がいたら、予習ね、嫌だなって方は無理しなくていいんだけど、あのもしよかったら先取りして悪いことは何もないので、見てみてください。で、演習場にあって、まあ、直径があって、まあ、A、B、C で4点がありますと。 でこの状態で今分かってるのがどこだっけ AOC と BDCAOC だからちょっと丸で書くよここねここと BDC だからここの角度が一緒って言ってますであとが書く ABD が34度 ABD でここねこいつが34度とその時今ここに書いたこれねこいつを求めなさいっていう問題 で、えっと、まず円周角を使っていくんですけど、円周角の定理、まあ何種類かね、まあ技というかあるわけですが、まあすげえよく使うのが、スタート地点を2箇所決めます。スタート地点。何のかっていう例えばね、ここ C と B っていうスタート地点を決めるんですよ。円周上のね、円周上の2点を決めるんです。こっから、どっか外側にまたピーとか、ピー、ピーって引いた角度。今 こっからスタートして D にこうピーって引いたのがここの角度でしょここの同じスタート地点でこっちに行くけどピーって A に行ったここの角度あるじゃないですか。これ一致します。同じです。角度。これ円周角の定理。同じスタート地点から外側、どっかの円周、まあ円周角って言うんだけどピーってもし持ってきたらここの角度も一緒になります。今全部。円、ま、周、あ、角の定理。 で同じように、今スタート地点 CB に置きましたけど、こっち。えっ、ー、と、D と A にスタート地点置きます。ちょっと上からなんで見づらいと思うんだけど、こうね。スタート地点置いて、ここに行きます。ピーって持ってったのが、こう円周角でしょ。同じスタート地点から、下にピーって持ってってる。つまり、ここの角度。ここね。これ、こことここの角度同じで、スタート地点が同じだから。だから、ここも34度ってすぐ分かります。いいかな。で、 こまあこれね、図見た時に、まあここまでもし気づいてさ、この後どうすかなって思う方もいると思う。で、まあちょっとズルになるんだけど、この三角形さ、まあちょっとなんか正三角形っぽくねって角度ここ、まあ2個一緒だしね、ここ。一緒だ。まあ、二等辺三角形は確定してるんだけど、正三角形っぽいなっ,つって。で、結論としては正三角形なんだよ。で、それがちゃんと気づければ、正三角形って1個の角度60度でしょだからここは、 60から34引いて26度でで終終了なのこれで終わりなののこれわりねでもしその受験みんながね受験本番の時に特に角度の問題とかさあこれ正三角形っぽいとかねこれあの正方形っぽいみたいな時があって角度を求めてね確証がないんだよ確証がないけどもし時間がもう余ってない余ってないあま時間がなくてでもしょうがないでも空欄にするぐらいだったらさ もう社内からもう正三角形ってことにして解いてみた答えを書いてみようもう俺はすごく大事だと思ってて受験本番でこれ確か5点なんですよ実際この入試ここのところはねこの都道府県の問題はだからまあこれがねあの今の練習であればちゃんとした解き方で今説明するけどなんで正三角形かは説明するけどそこを確認しなきゃいけないんだけどその試験本番の時はずるいとは思わないよねちゃんとそうやって1点でも多くかすめ取ってくる取ってくるんだぞっていう そういう粘りっていう気持ちはやっぱ大事なので持っててほしいなっていう話をしたかったっていう話。OK? じゃあ戻しますね。でなんで正三角形かっていうと今この角度は一緒なんでちょっと書き出そうかここの角度は一緒です。つまり二等辺三角形確定しております。でもう一個こことここの辺の長さが一緒です。はい何ででしょうかこれは円の半径だから両方とも。 中心から出てるからね。つまり、ここの長さとこの長さが一緒になります。で、長さ、ちょっと長さの方に着目して、ここが長さが一緒ってことは、こっち二等辺だから、定角って言って、二等辺三角形の長さが一緒の部分の下の角度って一緒になるんだよね。だから、長さが一緒の下の角度一緒なんだよ。こことここ。あ、はい、全部丸で角度同じで、あ、角度が同じになったでしょ。全部の角度が一緒だから、まあ、こいつは正三角形ですねっていう。 だからさっきの60から34引けばいいでしょっていうので終了となります。いいかなじゃあラスト参りましょう。で、えっと、これね、えっと、お前、あと、なんだ、ホワイトボードの、えっと、コンパスとか定規持ってないので、ほんと書き方だけしか伝えられないです。ですけど、ぜひそれで確認してみてください。で、今回のポイントとしては、まあ、鋭角三角形。鋭角三角形ってあれね、角度が全部90度よりちっちゃい。こういう角度がない。鈍角とか90度がない状態ね。 三角形があって AC 上この辺 AC 上に P を書きたいんです P っていう点をでその P を書くためのヒントが AP イコール BP ここに書いておこう AP イコール BP これ何言ってるかっていうとまあ AP と BP が一緒なんで A から P までの距離と B から P までの距離が同じだよねごめんね、ちょ当たり前のこと言ってるのに聞こえると思うけどそういうことでしょ、これ AP と BP ってってことは、A と B、ここねこことここの2つの点から等しい距離の場所を探したいんですで多分作図が苦手意識持ってる方って中学生非常に多いんだけど実は中学校で習う作図って3つしかないんですよ大きく分けたら3つ 細かく分けるともう一個増えるんですけど主にもう三つなのねで、そのうちの一個の技を使えば二つの点から等しい距離ってかけるんですそれが何かっていうと多分ね、あの聞いたことあるなーみたいな方もいるかもしれないけど垂直二等分線ってやつ中学校で習う作図って垂直二等分線そして角の二等分線あとは垂線ですこの三つです で、これが、それぞれ、これを書くと、どういう技、どういう、なんだろう、メリットがある、どういう状態になるのかっていうのを、覚えておけば、あ今回は、2つの点から等しい距離を書きたいから、あ垂直二等分線書けばいいじゃん、だけなんだよ、それだけなの。だから、それを把握してほしいっていうのも、えっ、ー、と、中一の授業で取ってるので、今回ちょっとリンク多くなっちゃうけど、それも貼っておきます。右上か概要欄。まあ、普通の授業の方です。教科書の授業にはなるんですけど、 作図に関してはそれ見るだけでもわりと把握できると思うんでよかったらね、まあ、見てみてください。ってことでえっ、ー、と A と B こっから垂直二等分線書きたいで書き方としてはコンパスをねちょっと広めに広げます広げて刺しますここに刺していいシュってシュって書くと、まあ、こういうのができますでその幅を変えずにこっちからも刺してシュッみたいなこう書きます。 そうすると2点ができるのでそこを定規でちょっとずれてくるごめん結んでください何かっていうと今 A b A と B から取ったからねこの AB の線の垂直だし二等分半分にする線ですよっていうで半分にする線なんで例えばここは当然ねこれを半分にしてるんだけど ここもここもここもこの A からの距離は全部同じ点の集まりなんです。どこでも A と B から同じ距離等しい距離を書くことができます。垂直二等分線は。ってことはこの線を伸ばしていってでも最初はね辺 AC 上この AC の上に P を書けと言われてる。じゃあ今書いたこの垂直二等分線と AC がぶつかってるここに P を置けば書けばと言われた AC 上にっていうかなこの問題に関しては垂直二等分線に書くだけですだけであのすごい細かいことなんですけど大体がこう「点 P を書け」みたいな問題が多いです作図の問題ねで割とこの P を書き忘れる方がいますまあ P だったり M だったり、まあ、アルファベットはいろいろあるんですけど、あのー、書けたことにねよしやったできたってなって書き忘れるこれ×食らうんだよね、うん、普通に。 まあたまにこうな部分点っていうところもあると思うんだけど罰もあり得るので落ち着いてちゃんと何を書けと言われてるのかなってただ垂直二等分線を書けだけだったらそれでいいんだけど点 P を作図しなさいって言ってるから必ず点 P まで書いてちゃんと丸をもらってくるようにしてくださいいいかな ははいといいとう感じでね、えー、と今回はこの9問やらせてたただきました、まあ、前回もちょろっと話しましたが死守、えー、に関しては非常に長いです動画がいっぱい喋ってるからね長くなってしまうので必要なとこだけ最初に問題解いてもらってあの早送りしてね丸つけして自分で丸つけしてもらったら間違った問題だけとか解説聞きたいなって思う問題だけピックアップしてみてください全部きっちりね30分ぐらい見なきゃいけないそんなことないからいい必ずピックアップして1.25倍速とか1.5倍速サイズもうまく使って みんなの中で有意義にこうなんだろうただ1個だけえっとお願いがあるのは必ず間違った問題とか不安な問題は反復練習してくださいね人間はうちらはコンピューターじゃないんで1回覚えたことかっては定着しないからどんどん忘れてっちゃうから ね、せっかくこうやって時間とって動画見て勉強してくれたんだからこれをね今できなかったら明日とか明後って分かんないどのタイミングでもいいんだけど自分がここで復習しようって思ったタイミングでもう一回見てみてでその時に9番だけとかで構わないからいいかなうまく反復して定着させて自分の力にしてで得点を上げてもらえたらと思います。 すいません、最後も長くなっちゃいましたけど、今回はね、こんな感じで終わります。またね、死守55も撮っていきますので、よかったらまた次回の方も見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとう